おお、濃いですね。かなり濃いと思います。調味料一切使ってません。お塩もお酒も使ってない。こちらまず大分で揚がったタワハギですね。先ほど本当におろしたばかりなので、かなり身はしっかりしていると思います。うわー、このブリブリ加減最高。神楽坂寿司林さんは基本夜だけなんですか？お昼のランチも営業してます。あ、そうなんですか？はい、ほぼ年中無休でランチも営業してますので、ただお昼ちょっと仕込みがありますので、はい、イタリアは基本的には1人しか立ってます。人数もだいたい6名か7名様ぐらいまでで一応制限してます。また値段は一緒なんですか？コースはですね、握りだけのコースが5000円それと、おつまみがちょっとコースが8000円で、その上にいいネタが入って握りだけのコースが1万円という3種類あります。もう夜よりはちょっとお得な感じで、かなりお得だと思います。夜と一緒でネタを使ってますし、お昼も1貫ずつしっかり握ります。お皿にこうドンと出すわけじゃないので、まあ、ちょっとまあゆったりとしたランチが食べていただければと。昼は僕は比較的立たないので、はい、若手の勉強を兼ねてやってます。あの電話なりネットなりで予約すれば、はい、昼はね、ネット予約はちょっとできないので、まあ、お電話していただいて。電話のみでは、はい、食べログとか出てるんですか？出てます。あ、出てる、はい、お昼は12時から、11時半から2時までになります。いいっすね。最終入店1時になりますので。あ、これ肝と薄皮ですね。あ、皮の方だ。はい、薄皮をボイルしてこう細かく刻んであります。はい、もちろん身も美味しいんですけど、やっぱ肝の食感と香りの方が。そうですね、余計に結構強いですよね、はい、意外と。神楽坂寿司林さんはオープンして今どれぐらい経つんですか？今11年目になりますね。神楽坂では新しいと思ったんですけども、だいぶ中堅の部類になってしまう。でも場所もちょっと入ったところなんで、なんか隠れ家感というか。そうですね、もともとそれもコンセプトであったんで。うわ、柔らかっ。
全然違う。本当部位ごとで味は本当に違うと思います。真ん中のカニ酢、あとは、隣はですね、ウニ醤油になってます。カニ酢とウニ醤油、はい、どうしてもセイコガニはちょっと味噌が少ないものですから、味変でウニ醤油ちょっとつけてありますので、ウニ醤油とカニ酢とつけていただいて、うん、あっさり、うわめちゃくちゃ濃厚、ウニ醤油うまい。本当にふっくらしてて柔らかくて美味しいと思います。ホクホクで、すごい繊細な身質が美味しい。今直前に表面炙って、そうですね、はい、しっかりずっしりしてますね。食べ応えがすごい。もうこれはやばいですね、うまい。焼きたての方が本当に絶対に美味しいです。結構いろんなその食べさせ方をするっていう、そうですね、いろんなアプローチをし、僕はちょっと出したいと思ってるんで、部位ごとに出したりですとか、ちょっと変わった、代わりの薄皮だけ出したりとか、うん、そういうのは。普通の煮だこよりはだいぶ食感が柔らかいと思います。だいたい半日ぐらいかけてこのコトコト炊いていきますので。半日ですか？半日ですね。火を早く入れるんだったら火力を上げるんですけど、火力を上げちゃうとみんな皮が剥がれちゃいますので、皮が剥がれないように本当に弱火で炊いていきます。握り何貫ぐらいですか？全部だいたい10貫出ます。考えてます。リンさんのコースでいうと、つまみと握り何品ずつぐらい、大体全部で、細かいのまで入れなければ大体全部で20品ぐらい。20品ぐらい、細かいの入れると多分24、5あると思いますけど、うん、もっちりねっちり分厚い。でも昆布ほんのりですね。そうですね、はい。見た目結構白いじゃないですか、はい、食べると結構濃いですね。今日これ仕込んだものじゃない、1日経ってるんであれですけど、基本的にはその日取れたものを半日漬けます。比較的半生の状態で揚げて、うん、半日ぐらい漬けて夕方に揚げる感じですね。
うわおじ、なんか優しいですね、お出汁が。千葉県産江戸前の海苔使ってます。青のりをちょっと混ぜた海苔で、香りのいい海苔になってると思います。七つ星というお米ですね。お米は一緒。お米は一緒です。酢が違います。私前半パートが白酢で、そうです、うちは、まあ、僕の好みですけども、白身ですとか貝類、ちょっとさっぱり系のものは白酢にしてあります。これから出てくる味の濃いもの、締めたものですとかマグロ、先ほどの脂の強いものは赤酢でにいってあります。塩の量とかも違うんですか？塩の量もちょっと書いてあります。赤酢の方が少し多いと思います。お砂糖は？お砂糖は入ってます。一切入ってます。どっちも入ってます。塩と酢だけ、はい、噛んで出てくる甘みは本当七つ星のお米の甘みになりますよね。油を感じる。これ何日ぐらいですか今締めて？うちは基本的にはあんまり寝かさないですね。あの基本的にはだいたい1日2日でお出してるようにしてます。予約はどうやったら取れるんですか？予約は基本的にはお電話か、まあ、ネット予約が主になってます。まあ、お電話の方が確実だと思います。夜も最近お任せだと、はい、一斉スタートのお店も増えてきてる中で、リン、はい、さんはそのスタートも結構お客さんに合わせて、そうですね、はい、バラバラです。だから6時スタートでも7時スタートでも、はい、どちらでも対応できます。それすごいありがたいですね。会食の時とか、そうですね、神楽坂という土地柄と最初言ったコンセプト的に、うちはゆったり食べていただくというコンセプトになってます、ね、基本的には時間設定はしてます。1回転とか 1.5 回転ぐらい、はい、基本的には1回転、まあ、1.5 回転、早くお客様が帰ればその後電話があれば回転やるっていう。空いてれば全然当日でも対応はできる。そういう時間は全然あのコースじゃなくてもお好みでもやります。あ、本当ですか？はい、8時半過ぎとか9時ぐらいであればお好みも全然やります。あ、そうですか、はい。リンさんでワインいただく場合は基本ボトルですか？白と赤1種類ずつで、あとは全部基本的にはボトルになります、ね。はい、あとはたまに期間限定でシャンパンとかグラスもやったりします。ワイン飲まれる方も結構いらっしゃいますよね。最近は多くなりましたね。特にシャンパン系飲む方もだいぶ増えてきてるんです。木酒師はいるんですけど、ソムリエはいないので、知り合いのソムリエさんとか業者さんに聞いて、お寿司に合うワインをちょっと入れてもらってるんですけど、なんか ワインめちゃくちゃありますね。いや、でもそこまでないですか？はい、ちょっとずついろいろあるってだけなんで。お酒も、まあ、日本酒ワイン中心に結構いろんなお酒が、はい、酒師もいますので、だいたいグランドメニューが10種類、その他に季節物が5種類から10種類、だいたい20種類ぐらいだいたいご用意しております、はい。純米酒から純米大吟醸幅広くお酒がありますし、まあ、日本酒、焼酎、ワイン、シャンパン、まあ、カクテル以外であればだいたいボトルめちゃくちゃおしゃれ。いや、確かに見た目ちょっと筋強いんじゃないかと思いきや、はい、全然感じない。でさらにやっぱりちょっと温度を戻すことによって、こう口の中で溶けるような形を、ある程度計算してから切ってあります。それは今日根室さんのエゾバ風です。これ
塩水じゃないですか。塩水です。塩水ですか。もう直前にちょっと塩は切ったり、まあ、基本的にはこっちはミョウバン一切使ってないので本当に取れたてと同じお味になってます。箱ウニはもちろんあれももちろん美味しいんですけども、はい、ほぼ 100% ミョウバン使ってますので。優しい大将の性格が出てます。疲れる。本当に柔らかい甘み、うん、これいつも1本ですか。たまたま今日1本。普段は、ね、半分です。オッケーそうです。大体。うまっ。なんか寿司食ってる感じ。よかったです。油がすごい。と煮た後に焼いてあります。天使のアナゴス。ああ、よかった。ありがとうございます。なんか浮いてますね。こればっかりはね、時期がやっぱりあるんで、真冬になっちゃうとどうしてもちょっと油が落ちます。真冬の前ぐらいがいいですか。そうですね、どちらかといったらさっき言ったように梅雨時期から、まあ、10月ぐらいまでの江戸前マグロが一番美味しい時期になります。へー、これは GoTo ヘブンですね。結構その構成が前半白シャリ後半赤シャリっていうのが、はい、そのシャリを起点に構成をこう考えていって、そうですね。うちはまあ、王道的な流れももちろんあるんですけども、シャリによって構成を考えてます。前半はやっぱり白酢でどちらかといったらさっぱり系のものを出して、後半は赤酢でしっかり系のものを出すっていう構成になってます。まあ、どの料理もそうだと思うんですけど、まあ、薄味からだんだんねこう濃い味になっていくと思いますので、はい、そこら辺は一応考えてお出ししてます。まあ、どれが正解っていうのももちろんないですけども、一応自分がこう美味しいと信じたものを出してますので。いやでもやっぱ大トロはカツオもそうなんですけど、はい、後半の脂の甘みが一気に追い込み型できますね。クルマエビをレアで茹でた。これ差し支えなければ何秒ぐらいですか。50秒です。頭はもうちょっと10秒ぐらい、少し、まあ、10秒5秒ぐらいつけてから、それから50秒ぐらい。生の食感と茹でた時の甘みと両方味わえるようにかなりレアになってます。中にエビのお味噌と剣の部分を叩いて入れてありますので、あったかいうちによかったら召し上がってください。剣の部分ってどこですか。剣の、ね、この尖った部分があるんですけど、その部分を一緒に叩いて入れたり。尻尾の、はい、尻尾の尖ってる。そこも一応食べれる。うまっ、うまっ。うわ、味噌うまっ。すごい、なんかクリーミーな車エビですね。そうですね。で、先ほど言ったように味噌だけだと結構トロトロなんで、剣の部分と一緒にこう叩いて入れたり。
はい、北海道。北海道です。今日は襟裳岬です。襟裳岬、はい、だんだんこれからこう南下してきて、まあ、12月のまあ中旬から後半になると、まあ、氷見の寒ブリというのがまあ有名になると思うんですけど、まだこの時期はちょっと北海道になります。魚体どれぐらいなんですか？今日ので大体10キロぐらいだと思います。これ今置いてどれぐらいなんですか？まあ、今日たまたま昨日市場お休みだったので、そうですね、本当に朝ついさっきこれもロしたばかりです。じゃあ結構まだフレッシュ状態？フレッシュです、どちらかといったら。まず皮目はちょっとしっかり表面片面だけしっかり開く。中身の部分は生になってます。中トロ部分は炙りです。大トロ部分は大根おろしになります。うわ、また風味が全然変わりますね、炙ると。そうですね、どれも美味しいけどやっぱり生ぶり大根が一番好き。やっぱりなんで、まあ、腹かみが高くなるかって、やっぱりもちろん美味しいから、でその中でも一番いい部位なので、やっぱり握りでもつまめるのがここは美味しい部位。神楽坂寿司凛さんのこだわってらっしゃるところってどんなところですか？こだわりはですね、まあ、席間も広めに取ってありますし、お客様にこうゆっくり楽しんでお食事していただくために、季節のものを楽しんでいただくのがコンセプトになっています。結構今日も少量多品種でいろんな旬のネタをなんかいろんな出し方でいただいたなっていう感想が。そうですね、はい、ですね、板前が何かいるので、板前によってこう出す魚は同じなんですけども、出し方が変わったりします。出し方っていうのはそのなんか炙ったりとか？そうですね、はい、その板前によってこう色が出ます。まあ僕はこうやると違う板前はもう全然この出し方する人間もいる、その辺はちょっとこの板前についてるお客さんによって変わったりもします。いいですね。出るこうコースの大筋は一緒で出し方が変わってきます。それがうち結構特徴だと思います。そうですね、今日はその大将 の, あのお任せいただいたけど、ね、はい、また別の職人さんだとちょっとだけ、はい、ちょっと変わってます。でも本当に季節に応じていろんな魚がいろんな出し方で出していただけると思うので、まあ、来るたび来るたびまた違うネタをいただけるのかな。そうですね、3ヶ月に1回来ていただければ本当に四季の味でお寿司はいろいろ楽しめると思いますので、ぜひ3ヶ月に1回来てください。いやでも美味しく楽しく大将もすごい柔らかく接してくださるので、あのなんかリラックスして食事楽しめるので。ああ、よかったです。今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。今日はありがとうございました。